はい、ひとつきま刺身です。もう次から次から次から次へと、もう統一教会に関するですね、自民党との黒いつながりがどんどん出てきていてですね、いやもう本当けしからんなっていうふうに思うのがですね、この茂木自民幹事長がですね、いや統一教会と組織的関係ありやすさーんとかっていうふうにこう言ってるんですけども、なんか同日、岸信夫防衛大臣が俺手伝ってもらってたけどとかって言って、もうなんかもう何言ってんのお前らっていうレベル。で、さらにデイリー新潮がアップをしていましたけども、なんとですね、安倍さんが指示をしていたんだっていう教団の内部文書とかまでですね出てきて、もうでそれをね、もうここまで黒がいっぱい出てきてるのに、自民党はこう開き直っているというこういう状況ってありなのか、いや絶対ダメでしょっていうのをね、今日は佐藤さんと話をしていきたいなというふうに思っています。佐藤さんはね、ジャーナリスト人生40年以上、いろんな官僚政治家取材してきました。今日もよろしくお願いします。お願いします。いやなんというかですね、森友とか加計桜を見る会とかもそうだったんですけども、何が悪いんですかみたいな、こう開き直りね。これもう安倍さんがそうだったんだけど、安倍さん亡くなってもずっとそれよ。なんなんこれ。そうですね。だからまずね、安倍さんのですね、8年近いね、第2次安倍政権によってですね、やっぱりね、相当ね、この自民党をですね、堕落させたと。そしてこの日本の政治のですね、政治文化っていうかね、政治に参加する議員たちのですね、意識とか、文化ですね、それを相当ね、落としましたね。だから、もう自民党はね、今、その関係が分かってもですね、いや、それが何が悪いんですかみたいなですいね、やそんなようなね、態度なんですよね。ありえない。ありえないですよね。とにかくね、まずはね、この茂木さんですよね。このね、時事通信でこの記事ありますけど、これね、ちょっと読んでみますとですね、自民党の茂木敏充幹事長は26日の記者会見で、党所属議員が世界平和統一家庭連合、旧統一教会の関連イベントに参加していたことなどに関し、自民党として組織的関係がないことは確認していると強調したとあるんですけども、これもね、全く意味のないコメントなんですよね。これ何言ってんの？本当に。そうなんですよ。何言ってんのって感何言っじなんですてよんのっね。て感じですよ。もう、だ要するにね、自民党組織としてということであればね、例えば党大会とかね、議員総会とかですね、あるいは党の総務会ですね、総務会長、福田さんやってますけど、総務会なんかでですね、例えば統一教会とこれから提携していきましょうとかですね、そういう決議をするとかね、そんなふうになるわけだけど、そうっすね。そんなことするわけないっていうのはみんな分かってるわけですよそんね。なことするわけないですよ、いくらなんでも。そんなことはあるわけないわけですよ。例えばね、じゃあ経団連と提携していこうとかですね、そんなこともあるわけないんでですね、そんなことやるわけないんですよ。ね、どこの組織ともね。で、もともとですね、自民党というのは、もともと正式なね、党組織として力を発揮したりですね、活動することはないんですよ。でももちろんね、議員内閣制ですから、選挙で第一党となりですね、そして政権を取ると。ね、これが唯一のですね、その政治的な行動でありですね、非常にね、最大の意味があるね、政党の行動なんだけども、結局ね、それだけなんですよ。ね、自民党というのはですね、それ以外ははっきり言って何もやらない、しないんですよ。ね、例えば、一番ね、政治行動で一番ですね、重要なのは、国のね、予算編成ですけども、ね、この予算編成をするのはですね、これはね、財務省なんですよ。ね。そして予算をですね、緊縮にするか、拡大するか、ということはですね、これは基本的にはね、財務省を中心とするね、この官僚の間で決めちゃうんですよ。ね。そしてそれにですね、自民党内閣が乗っかっていくわけなんですよ。ね。で、あとはね、自民党って何やってるかというとですね、その公共事業ですよ。いかにね、その各議員のですね、選挙区に持ってくるかと。
そういうね、個人的な金の話ばっかりなんですよ。ね。そしてそれに応じてね、その持ってくる金に応じてですね、この選挙区内の、その議員の後援会ですね、これをいかに回していくか。選挙区内のこの土建業者にですね、金を回してね、いかに選挙に協力してもらうか、という話なんですよ。ね。そしてその中で、統一教会による選挙へのお手伝い、という話が出てくるわけなんですよ。ね。だから、例えばね、土建業者と自民党はね、正式に組織として何かやりましょうとか、そんなことあるわけないんですよそれね。はさすがに言わない。そう。つまり、議員のですね、後援会レベル、ね、あるいは議員事務所のレベルなんですよ。ね、だけど、これはね、自民党という政党を見、ね、見る限りですね、非常に重要な要素なんですよ。ね、つまり自民党議員というのは、後援会で、その選挙区の後援会でね、その活動で当選してくるんでですね、そして地元のね、今言った土建業者であるとかですね、それからまあいろんな団体ですね、農業団体であるとかね、そういう活動、それからその議員事務所の秘書ですね、こういうものがですね、うまく回ってるかどうかというね、それが自民党のですね、なんていうかな、一番キーになるポイントなんですよ。ね、だから、問題はですね、個々の自民党の政治家の問題でありですね、それこそが自民党という政党のね、真の正体を表しているのであってですね、そこにね、この統一教会がいつも絡んでるというのは、実はね、問題の根がものすごい深いんですよ。ね。だから、茂木さんのコメントというのはですね、何の意味もない。そしてもちろんこれみんな分かってると思うけども、ああ、またね、隠してるコメントが出たなと。ね。そのぐらいにしか受け取れないんですよね。だってこれ、自民党は組織として山口組とは提携しておりませんが、安倍晋三さんは、後援の関連の安倍派とかは山口組の人たちと仲良く選挙協力してもらったそうです。でも自民党関係ないから、はっはっはっとか言うて、お前そんなわけねえだろっていう、もうなんか何を言ってるんだ、本当、詭弁極まれりっていう感じですよ、これ。あ、そういうことですね。そういうことなんですよ。だから、まさにね、茂木さんが言ってるのは、ね、2引く1は1ということを、それはもう確認しておりますと。ね、何か問題があるんですかみたいなですね。まあ、そんなこと言ってるだけなんですよね。でね、そのね、全くなんていうかな、よく表しているものがですね、このね、安倍さんの、実の弟であるですね、岸信夫さんですね、岸信夫防衛大臣ね、この人がね、記者会見でね、26日の記者会見で、全くね、仰天するようなことをですね、平然と言ってのけてね、で、その言ってのけた後、車椅子でピーなんて言っちゃってるわけですよ。なんか問題あるんですね。か？旧統一教会からメンバーから選挙お手伝いしてもらいましたよ。さいなら。はい、どうも。みたいな。ね。で、この記事読むとですね、デイリースポーツがね、わかりやすく書いているんだけども、ね。報道陣からの質問にね、統一教会の方は何人かは存じ上げています。お付き合いもありますし、選挙の際にお手伝いをいただいたりしております。もうこれでもう終わりじゃないですか。いやもう、なので、私は、実刑の安倍晋三が、撃たれた件もありまして、政治家辞めます。って言うんだったら、まだね、筋が、わかるんだけども、なんか協力してもらいましたよ。なんか悪いんすか？ でも、その先ちょっと見てみるとですね、さらにこう言ってるんですよね。具体的に運動員という形で手伝っていただいていないと思います。私も具体的には存じ上げませんけども、電話作戦などなどですね、そういうところはあったと思います。ボランティアのベースで、お手伝いをいただいたケースもあると思います。統一教会に手伝ってもらったというよりは、統一教会のメンバーの方にボランティアベースでお力をいただいたということ。選挙ですから、
支援者を多く集めるのは必要なことだと思っておりますと話し退席した。ピーって感じですね。いや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 、これもなんか意味わかんない意味わかんない。統一教会のに手伝ってはもらってないんだけども、統一教会のメンバーの方には手伝ってもらってますよ。なんか問題ですか、ピーって。いや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 、こんなのあり？何を言ってるかっていうとね、いや、暴力団とか、詐欺師には手伝ってもらった、ということはありません。むしろ、暴力団とか、詐欺師のメンバーの方にボランティアベースでお力をいただいたということでございますみたいなね。意味が分からん。そんなこと言ってた意味が分からん。統一教会というのはね、これね、一月前で何度もね、伝えたし、それからね、マスコミ、テレビ局とかでもね、ずっとやってるのは、もう昔からそうですけど、とにかく霊感商法ですよね。で、山上容疑者、ね、これはですね、まさにその母親がですよ、1億円もですね、教団にあげちゃったと、1億円献上したわけですよ。ね、そして家庭崩壊して、山上容疑者の人生を崩壊したと、ね、まあ、こう言ってあれなんだけども、ね、そして、その復讐というかね、それで安倍さんを銃撃したと、ね、はっきり言えばですよ、このね、統一教会、ね、霊感商法をやる統一教会というね、違法の存在でですよ、それのために、実の兄の安倍さんは亡くなったわけですよ。いや、そうだよ、ね。それなのにですよ、それはボランティアのレベル、ベースだと思いますとかですね、平然と認めてね、何が問題なのかという態度で車椅子でビーなんて言っちゃうね。これね、よほどですよ、並外れて頭が悪いのか、並外れて図太いのか、これ信じがたいほどの無神経ぶりなんですよ。いや、だって、お兄さんがそれで亡くなってるのに、なんか問題ですかって言えるって、もう、いや、もう佐藤さんの言われた通り、ドアホか、砲丸無知、どっちかですよ。これね、人間としてね、信じがたい無神経さなんですよ。だって、実の兄は、ね、それで狙撃されて亡くなってるわけじゃないですか。ね、霊感商法のおかげで。そういう団体ですよ。手伝ってもらって、ね、それはボランティアベースでございますとは言って、そして車椅子でビーなんて言っちゃってですね。それはよっぽどない無神経。信じがたいですよね。でね、その無神経ということで言えば、これも驚くべき無神経ぶりなんだけども、ね、この二の湯、国家公安委員長。二の湯聡、国家公安委員長、ね。国家公安委員長ですよ。ね、これ警察、日本の国のですね、その警察組織全体をですね、取りまとめて、ね、そしてコントロールして、チェックすると、ね。監督役ですよ、ね。その一番偉い人ですよ。それがですね、この統一教会の、これね、これもデイリースポーツでね、記事ありますけども、統一教会の関連団体、ね、例の UPF ですよ、ね。天空なんだか宇宙なんとかなんとか。なんか天中、ね、宇宙んたらかんたらってやつ。はい。安倍さんがですね、このビデオメッセージを送ってですね、去年の9月ね、そしてそれが原因で、山上容疑者の狙撃を招いたというね。そしてですね、ここが、京都で、イベントを開いたんだけども、それの実行委員長を務めていたということなんですよね。それで、これで、そのことについて事実ですと、ね、認めたということなんですよ。これも、はい、国家公安委員長として、警察のトップに立つ人間として、統一教会に関わっておりました。事実、認めます。なので、私は政治家を辞めます。じゃなくて、名前貸しただけだから。そう。なんじゃこれ、ね。運動を起こすので、名前を貸してほしいということで貸しましたっていうね。これね、そのことをですね、知ったね、有田さんですね。有田さんがね、びっくりしてですね、このね、情報ライブミヤネ屋っていうね、日本テレビの番組で、ね、有田さんがそれを聞いてですね、
国家公安委員長がこういう発言をするのは正直なのか、見直っているのか、警察の最高責任者がそういう団体について調べてなかったということが大きな問題と指摘せざるを得ないというふうにね、話したということなんですよね。まあ、で、これはね、まあ、有田さんの驚きっていうのはね、非常によくわかるんですよ。ね、だって、霊感商法をやってですよ。霊感商法をやってるですね、統一教会というのは、これはもう犯罪じゃないですか、これ。もうだっね。て裁判所まあ、で不法認定されてんだから不法行為だって。そうなんですよ。ね。まあ、それを国家公安委員長はですね、まず知らないということはありえない。ありえないしいね。やもう知らなかったらやっぱりやめてほしい。そうなんですよ。で、それで十分ね、調べたわけですよ。まあ、調べるまでもなく知ってるわけですよ。そんなもん知ってるね。やろ。で、知っててですよ、実行委員長を引き受けるというね、これはよっぽどですね、この日本国民、それからね、日本の社会というものをいかにね、軽視、馬鹿にしているかというね、こんなのが国家公安委員長ですよ。いや、だって、これ国家ですか、これ。日だっ本ってて、国家？ね。ありえない。だってこれ、皆さん、国家公安委員長って言われると、なんか現実感ないと思うんで、町の、警察署の署長さんが、この教会のイベント出てたらなんか問題あんの？っていうふうに発表してるのを想像してよ。普通に考えて怖いでしょ。あるいは町の交番のおまわりさんが、俺統一教会、イベント参加してたよ。なんか問題あんの？って言ったら、怖いでしょ。それのトップ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 だよ。それそうでがす同よ。じこと言ってんだよ。これは本当に驚くべきことですよ。僕はね、何に驚いたかって言ってね、やっぱりこの二之湯さんというね、国家公安委員長には本当に驚きましたね。国家公安委員長ですよ。それがね、まさにですね、この霊感商法ね、でやってですよ。まさに山上容疑者のね、家庭をはじめとしてですね、いろんな日本国民のいろんな家庭を壊してきた。ね。そして人生を壊してきた。ね。そう言ってみれば詐欺集団じゃないですよ、これ。ね。詐欺集団のイベントの実行委員長を務めてね、あ、それ何が悪いんですか？みたいなですね。そういうのはですね、ひどい。あまりにひどいんでですね。だからこのね、司会のね、宮根誠司さんね、まあ、この人ですね、非常に自民党寄りじゃないですか。ね、保守ですよ、この人ね。完璧な。その人がですよ、国家公安委員長と聞くと、我々も唖然とすると、呆れ顔だったっていうね。宮根さんがですよ、自民党を支持しているね、まあ、この自民党寄りのね、それが唖然とするというね、呆れ顔だったというね。これ、これはね。橋本徹が維新の何かに対して呆れるぐらいの勢いのインパクトがありますね、宮根さんが。自民党の国家公安委員長で唖然とするっていうのは。いや、そうですよ。これね。まあ、我々も唖然だけどね。まあ、本当ですよ。これはね。もう本当に普通のね、これ神経じゃないですよ、これ。ないね。ね。そしてね、あとね、前デジタル大臣のね、平井さんですいね。や、この人もか。平井さんも同じようにですね、やっぱり、同じようなイベントのですね、EOPF のね、それの実行委員長を務めてるんですよ。ね。で、平井さんもですね、やっぱりこのね、団体のことはよく知らなかったというね、言い訳しているんですよ。ね。要するに、世界平和と日韓友好を目的とする自転車イベントだと認識しており、県や市長も後援しているので、地元の議員として名誉職的な意味合いで実行委員長を引き受けた。なんて言ってんだけども、そんなことあるわけないだろうと。ね。で、実行委員長って引き受けるのにですよ、調べないわけないしですね、これホームページを開けばすぐにわかるわけですよ。ね。これ統一教会のね、ハン・ハクチャ総統ですね。それから文鮮明、ムン・ソンミョンの名前も出てくるわけですよ、これ。ね、ホームページ開けば。ね。
ホームページ開くぐらいはしただろうと、実行委員長ね、言ってるのに。確かに それぐらいはやれよっていああ、そういうことなんですよう ね。ああ、だから、これ簡単に言ったらね、全員分かってんですよ。ね、全員分かっていて、そして選挙協力も多分受けていてですよ。ね、そしてかなり懇意にしてるんですよ。だから、この団体としてもね、実行委員長なんてものを頼めるわけですよ。で、それはそうです普通ね。ですね、もう普通団体がですよ、例えば一月万札がね、誰かに平井さんにですね、いや、実行委員長お願いしたいんですよ、で、よろしくお願いしますちょっとね、今なん度、て佐です藤さんの本を売るんですけど、今日ちょっね。と、やっぱ大臣いると箔がつくんで、平井大臣、あと、二之湯国会委員長も、ちょっと来てください、来てくださいって、いいよ、いいよって来るわけないだろ、そんなるもん。わけないんですよ、そんなのね。やっぱりね、いくらかお金をやりですね、ね、それずっとそれを続けていて、そして懇意にしているから引き受けるんであってね、そんなどこのあれどもわからないですね。イベントの実行委員長なんか、やるわけないじゃないですか、危なくて。だって知らんけど、とりあえず手伝いましたっていう話でしょ、これ。ああ、じゃあ何、ああ。他のさ、なんだかよくわかんない団体も、軒並み顔出してるって言うんだったらいいけど、そうじゃないんでしょ、これ。まあね、そうなんですよね。だからそんなね、まずね、わかんなかったら、秘書のレベルでね、調べるわけですよ。ね。まあ、そしてね、この平井さんっていうのはね、これ菅内閣の時のね、閣僚なんだけども、これ二之湯さんとね、それから岸さんというのは岸田内閣の閣僚なんですよ、現役のね。そしてね、この二之湯さんとね、岸さんにですね、共通しているのは何かというとですね、まずね、これ今紹介したようにね、何一つ問題意識がなくてですね、開き直っているという点なんですよ。ね。で、岸防衛大臣の場合はですよ、岸防衛大臣の場合はですね、このね、文鮮明、文鮮明、ね、これはね、金日成、北朝鮮のですね、それと義兄弟となってですね、そして現在も、この統一教会と北朝鮮とは太いパイプがあるわけですよ。ね。現にこの安倍さんはですね、このね、統一教会のパイプを頼りにですね、拉致問題をね、交渉しようとしていたわけですよ。ね。で、つまりね、これどういうことかというと、北朝鮮とね、関係のある教団からですよ、選挙の手伝いを受けてね、問題意識がないということはね、これはね、防衛大臣としてですね、その職にね、向いてないということなんですよ。向いてないね。つまりね、北朝鮮に、この防衛省のですね、このなんていうかな、秘密というか、その情報がですね、筒抜けになる恐れがあるんですよ。まずこのね、まあ、紹介してきたようにですね、このね、統一教会からですね、この自民党議員にね、これ最初はね、ものすごくっていうかな、この美人のですね、女性がですね、お手ね、ちょっ伝いとに事行務き所ね、まーすって。お手伝いね、させていただけませんか、みたいなことで入るわけですよ。ね。そしてね、この教団もですね、こういう女性たちをですね、その政治家のですね、秘書として、要請しているわけなんですよね。いろいろとですね、まあ、いろんな仕事をですね、やり方を教えたりしてですね、そしてね、これ即戦力として役に立つわけですよ。ね。で、しかもこれ、ボランティアっていうか、無給ですから、これね、もう使いたくなっちゃうわけですよね。いやそしてこの教団が、この秘書たちに命じているのはですね、この政治家の秘密を探れということなんですよ。ね。それ秘密を探れば、その痛いところを握ることができるじゃないですか。ね。そうすれば、ますます、この食い込むことができるということなんですよ。ね。だっで、このて、岸さんというのはね、岸さんというのは防衛大臣ですよ。ね。で、そういうところをですよ、これね、秘密を探られてね、なんかね、防衛省のファイルかなんかそこにあってですよ、事務所にね、見てみたらですね、え、
日本ってそうか、こんなに銃弾がないんだ。うん。ね。全然ね、戦争なんかやったって3日で終わっちゃうじゃん、みたいなです怖すね。ぎる、怖ね。すぎる。そういうのが書いてあってですね、まあ、即それをです ね、北朝鮮に情報として売るわけですよ。ね。あ、なんかね、テレビ見せたらですね、この石原慎太郎のところにもね、かつてね、北朝鮮じゃない、統一教会から、その秘書のね、あれが来てですね、で、雇ったそうなんですよ。まあ、雇ったというかね、手伝ってもらったと。ね。ね、そして、そうしたところですね、無給でよく働くんだけども、様子がおかしいということで、石原さんがね、夜遅くね、事務所にわざと行ってですね、様子を見たそうなんですよ。そしたらその秘書が、なんかね、書類をいろいろね、あっち探り、こっち探りね、やってたそうなんですよ。それはスそパこイでだよ。ね、そこですぐ石原さんはすぐにクビにしたっていうね、エピソードがですね、これテレビでやね、別の人から語られていましたけども、ね、そういうことを考えたらですよ、防衛大臣ね、こんな、なんていうかな、防衛大臣の職にあってですね、ボランタリーベースで手伝ってもらってるんですなんてですね、そんなのね、失格なんですよ。そして、はい。そしてですね、さらに言えばね、二之湯さんの場合はね、さっきも言ったように、国家公安委員長、つまりね、この政治の側、国民の側がですね、警察組織をコントロールする立場にあるというね、まあ、したがってね、その責任はね、極めて重いんですよ。重いよ。つまりね、国家の秘密、国家を防衛する、あるいは、この日本という社会を、この防衛する、ね、公安としてですね、警備する。この2人の閣僚がですよ、統一教会と深い関わりがあって、何の問題意識も持っていないということはですね、これね、まず内閣としてのね、存在自体が非常にね、危なっかしくて疑わしいということなんですよ。なのでね、これ僕はね、岸田内閣というのは、総辞職に相当すると思います。いや、で、僕はそうでね、すね。そう。だから僕は今はっきり言いますけど、岸田内閣の総辞職を求めます。いや、だっこれで。て無理やん。防衛大臣と国家公安委員長が、統一教会と仲いいけどって、それ、スパイいる可能性、十分ありますよっていう。そうですよ。だから、僕はまずね、この岸さんね、岸信夫さん、この人の辞職を求めます。そして、二之湯さん、当然ながらこの人の辞職を求めます。そして、二人のね、この国のですね、安全をね、保障するですね、この二人の大臣がですね、その職に、あらずということで辞職するわけですから、岸田内閣は総辞職に値すると思います。だから僕は総辞職を求めますよ。まずね、はっきりこれは言いますけど。ていうか、テレビもそれぐらいの勢いで叩くべきだと私は思いますけどね。そう思いますね。まあ、どこも言っていないと思うけども、これね、内閣総辞職に値しますよ、これ。いや、値するでしょ、どう考えても。値しますよ。これいくらなんでもね、日本社会、日本国家、ね、これをね、あまりに軽んじているし、ね、そして、このね、議院内閣制っていうかな。日本の議員内閣制をこれ破壊してますよ、これ。そして、何よりも日本国民を馬鹿にしてますよ、これ。しかもこんな事件があった時にだよ。こんな事件があった時にこの開き直り、そして岸信夫防衛大臣に至っては、あなたのお兄さんが撃たれた関係のところですよっていう。兄弟の情も何もねえよ。なんなんや。だからこれはね、内閣はこれ総辞職に値しますね、これね。そう思いますよ。ね。まあそしてね、岸田内閣が総辞職すべきなんだけども、このね、フラッシュが書いているんだけども、ね、総力取材でですね、統一教会と関わりがあった現職国会議員は101人、ね。そしてその9割が自民党というですね、これ自民党と自濃民密な関係党があるというか。ね、ことですよね。
はあ、すごいな。このね、記事を読んでみるとですね、記事を読んでみると、これフラッシュはですね、この、統一教会の問題をね、ずっと追跡して取材している、ジャーナリストのね、鈴木エイト氏ですね。まあ、この人の協力を得ながらですね、こうやったわけですよね。そしてそれで、調べてみるとですね、これはね、まあ、鈴木さんがね、言ってるんだけども、これね、うっかりね、名前を出しただけというね、議員はこれ別にすればですね、この統一教会のね、関連団体と分かって講演したり、献金を受けている議員ですね、それをね、要するに安倍さんがトップだったら、清和会の議員が、特に多いということなんですよ安ね。倍派か。安倍派なんですよね。やはり安倍派なんですよ。ね。そして9割が自民党議員であるということなんですよね。なるほどまあ、そうね。いうことなんですよ。まあ、そしてね、この記事をちょっと読み進めていくとですね、これ宗教学者の島田博美さんという人かな？わ私かのるで本す何冊ね。も読んでるわ。面白い。この人がですね、まあ、この統一教会をね、観察してるんだと思うんですけども、ね。これね、自民党はね、なんで統一教会と関係を持ちたいかというと、やっぱりね、利権があると言うんですよね。まあ、それちょっと読んでみるとね、こう言ってるんですよ。旧統一教会は、冷戦構造が崩れた後に北朝鮮とのパイプを持っており、国会議員にとっては非常に魅力的です。さらに日本とは日韓トンネル事業を進めようとしており、すでに超党派の議員団も作っています。まさに新たな利権が生じていて、そこに自民の議員らは絡もうとしています。そもそも信者の数がそんなに多いわけではないので、議員にとって票田としての意味はあまりないのです。ということですよね。だこれはですね、前も紹介しましたけども、とにかくね、東西ドイツ、東西ベルリンのですね、壁が崩れて、そしてね、ソ連がなくなったですね、1991年ですね、この時に、統一教会の文鮮明、文鮮明ですね、この人が、北朝鮮にですね、飛んでですね、そして北朝鮮の英雄であるですね、主席である金日成ですね、今の金正恩のおじいさんですけども、金日成、これとですね、握手して抱擁してですね、義兄弟の仲を結んだわけなんですよね。で、それで、まあ、北朝鮮とのパイプを持っているということですね。まあ、これはだから、拉致問題をはじめですね、まあ、国会議員にとってはね、非常にこう、なんていうかな、そこと、仲良くしておけば、ですね、非常にいいことがあるかもしれないということですね。まあ、それからね、前回の動画で、竹中さんの件をね、紹介しましたけども、竹中さんがね、講演をやったですね、統一教会関連のですね、日韓トンネル事業ですね。まあ、これがね、あるので、まあ、要するに、まあ、簡単には、まあ、土建の利権ですよね。これがね、あるんじゃないかということですよね。そんなようなね、ことがあるんですよ。しかし、真面目に日韓にトンネル掘るってどうやって、あそこ海だいぶ深いけどね、どうすんだろう、全くちょっと理解ができないんですけど、でも、工事がの風呂敷はでかいからでかいほどね、利権もでかくなりますから。まあ、そういうことなんですよね。まあ、そしてね、このさっきちょっとね、鈴木エイトさんの言葉でね、あったんだけども、この献金を受けている議員っていうのがね、中にいるじゃないですか。ね。例えば野党でも玉木さんもそうだったし、まあ、3万円とかね、そういうお金を受けてる人いますよね。僕、これね、まあ、3万円ぐらいしてたら、まあ、大したことないじゃないかっていうふうにね、思うじゃないですか。ね。で、これね、事情通っていうか、この辺の事情をよく知っている人に聞いたらですね、まあ、それはね、とんでもないっていう話なんですよ。どういうことかというとね、表に出てる金は3万円だとしても、裏の金はその100倍あるというんですよ。
なるほどどういうね。ことかというとね、その構造というのは、まあ、これね、団体ですから3万円でもね、これ表に出るわけですよね。公表しなきゃいけない。ところがね、個人献金の場合は、確か3万円以下は、公表の義務がないんですよね。なので、統一教会の場合はね、そういう指示を出すんですよ。つまり、井上義行さんを応援しますとかですね、やるとですね、これはね、要するに、献金しろということなんですよ。あかりかよ。そういうことなんですなるよ。ほどなるほど。だから個人献金だから3万円以下は名前を出す義務がないんですよ。な確かのにで、な。もういくら献金してるかわからないんですよ。そして数がね、まあ多いですから、これね、まあ10倍はあると見た方がいいというね、ことなんですよ。そういうぐらいのね、関係なんですよ。なるほどな。怖いそういうね。ことなん。はあ。ドそうロいうドこロとや。なんですよ。まあ、そしてね、なんていうかな、またね、この自民党議員がですね、全体の9割だっていうんですね、統一教会のね、9割。で、その中でも、やはり安倍派だということなんですよ。安清倍和会だ。派。まあ、だって清和会ね、勝共連合日本に持ってきて一緒にやってた安倍さんのおじいちゃんの岸信介。これそうなんでもうすよがっつりね。変わらんでるからな。そうなんですよ。だからね、せっかく作ったね、パーポがあるんで、パーポをね、見せていただければと思うんだけども、それをね、また外役ね、非常に重要な歴史なんで言うとですね、これはね、もともとはね、アメリカの戦略なんですよね。アメリカがですね、まだ冷戦時代にですね、このソ連、それから中国、それと対決するためにですね、世界各国どこでもそうなんだけども、東アジア、アジアではですね、各国にストロングマンを置いたわけですよ。ストロングマンというのは、要するに、宗主国アメリカに対して、属国の日本であるとか、あるいは属国の韓国であるとか、属国の台湾であるとかね、それの、そこの提督みたい、現地のですね、支配人みたいな、そういうね、位置づけで、台湾についてはね、蒋介石、そして日本については岸信介ですね、そして韓国についてはパク・チョンヒ、そしてそれプラス、ムン・ソンミョン。文鮮明だったんですよね。そしてその CIA がついているのでですね、まあ、それぞれ、まあ、情報っていうかな、それが来るわけですよ。そして、まあ、そこと仲良くなったらどうだというような話になるわけですよね。まあ、ここのところはね、まあ、推測ですけども。まあ、そして、岸信介、とですね、それから韓国のムン・ソンミョンとですね、それが、まあ、くっついたわけですよ。まあ、パクチョンヒと、それから、岸信介は仲が良かったんだけども、ムン・ソンミョンもね、岸信介と、意気投合してですね、そして1967年に、国際勝共連合っていうですね、共産主義に勝つというね、勝共連合、まあ、CIA が喜びそうなですね、そういうものをね、作ったわけなんですよ。そして、その勝共連合のですね、一番最初の日本本部というのは、本当に驚くべきことに、渋谷区南平台のですね、岸信介さんの自宅の隣にあったわけですよ。まあ、自宅の隣に作ったわけなんですよね。まあ、そういうことでね、そして、そのつながりというのは、岸信介さんからですね、さらに、岸信介さんの娘さんのですね、岸洋子さんですね、それをめとったですね、安倍、晋太郎さん、安倍晋三さんの父は安倍晋太郎さん、この人が引き継いだわけなんですよね。で、安倍晋太郎さんというのはね、もともと山口県の長門市でですね、父親安倍博さんというですね、まあ、議員なんだけども、もうとにかくね、この人は清貧でですね、お金がないっていうね、ことになってですね、自民党の中で偉くなっていくためにはですね、
安倍晋太郎さんもね、金がいると。金のなる気が欲しかったと。ね。というわけで、とにかく、ここは金になるということで、安倍晋太郎さんの時代にですね、この、霊感商法ですね、統一教会の霊感商法が非常にね、激しくなったんですよ。ね。そしてそれが、安倍晋三さんに引き継がれていったということなんですよね。で、安倍晋三さんというのはね、それを引き継いでね、そして最初の頃はもちろんね、議員のとして、若い頃は何もできなかったと思うんだけども、ね、これね、安倍さんが、官房副長官、ね、それから、幹事長になっていく、ね。小泉さんのもとで抜擢されていくわけですよ。ね。そしてそれと同じくしてですね、この警察庁のですね、ある最高幹部のね、奥さんがね、ハマっちゃうわけですよ。統一教会にね。そしてね、この壺1000万とかですね、そういうのをね、近所の人とかですね、それから同じ警察のね、奥さん仲間にですね、売っちゃう売っと。ちゃったりするわけですよね。そして、それをね、弁償しなきゃいけないということで、この警察庁のね、最高幹部はですね、これで、天下りもですね、いいところに天下りできずね、出世もできずですね、そう大変な目に遭うわけですよ、ね。そして警察はですね、この件をね、よく知っているんでですね、いよいよですね、2004年から5年にかけてですね、捜査に乗り出すわけですよ。ね。統一教会のですね。そして、そこにですね、立ちふさがったのが、幹事長である、安倍晋三さんなんですよね。それはできないということでですね。そして、これはね、人事を使ったというふうに僕は聞いてるんだけども、これはなんちゅうかな、フォーメーションですね。捜査のフォーメーションをこうですね、人事で崩して崩いっしていたくと。と。ね。ひでえ話だよ。そういう話ですね。そして、ね、そして安倍さんはその後ですね、幹事長の後ですね、一つね、置くんだけども、自民党総裁選に、ね、出るわけですよ、ね。そして自民党総裁選に出てですね、2006年、ね、ここでね、麻生太郎さんと谷垣さんをですね、大差で破って総裁になると。ね。そしてその時のですね、一番のポイントはね、党員票だったんですよね。最初に党員票をですね、どこが誰が抑えるかということで、で、安倍さんがね、圧倒的に抑えたわけですよ。で、結果で見ると、安倍さんね、党員票が197、麻生さん67、谷垣さん36ということで、圧倒的な差。ね。で、この党員票ということで、ここでね、統一教会は、安倍さんに恩を返したんじゃないか。ね、その捜索から守ってもらった貸し借り、ね、これの借りをですね、返したんじゃないかっていうね、こう言われているわけなんですよ。ね、ここのところで安倍さんがですね、この第一次政権ですね、2006年、これをね、勝ち得たわけなんですよ。もうだからもうその頃から統一教会とまあズブズブだったと。ズブズブだ。この、まさにね、これがズブズブの最初だったということなんですよね。そしてどん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 それが強くなっていったと。ひどそういいうこと話ですだね。ね。そしてその後どうなったかというとですね、安倍さんは2007年、7年に潰瘍性大腸炎ということでね、これは辞任したということですよね。そしてね、この前ね、自民党の参議院議員の青山繁晴さんがですね、言ってましたけども、ね、ある派閥の長がですね、この統一教会の、この票をですね、この選挙における票をですね、これを、差配していたということなんですよね。割り振っていたということなんですよ。ね。で、この派閥の長ってじゃあ一体誰かという時になった時に、これね、まさにこの、日本テレビのですね、このことを番組報で道しね。たらね、記者は多分ね、かけて聞いてると思うんですよね。それはもう、暗にね、安倍さんであることをはっきり出してるわけですよ。ね。
そしてね、派閥の長をですね、消去法で見ていくと、安倍さんしか残らないんですよ。ね。うん。つまり、簡単に言ったら安倍さんが、統一教会の票を割り振っていたということなんですよ。ね。だってその総理大臣うん。が、こっち、はい、こっちとかっていうふうに、あ、落ちそうなの、じゃあちょっとここよろしくねとかっていうふうにやってたって、まあまあ、清朝とかでもね、報道されてましたけども、まあ、そういうことを主導でやってたっていう、そうなんですね。これなもるほど驚きなんな、ですけども。ね。まあしかしそうするとね、もうすべてね、話がつながるわけなんですよね。だから、2006年の第一安倍政権の下でね、この公安調査庁の公安レポートからですね、統一教会を消したと。ね。つまり統一教会を公安の重点監視対象から外したということをね、意味するわけなんですよね。そしてね、2013年の参議院選挙で、この全国区のね、北村経夫さんですね、全国比例、ここに安倍さん自らですね、統一教会に、まあ、応援よろしくとお願いしたということなんですよね。そして2015年、ね、統一教会が、これ法人名を解消してですね、改めて家庭連合というふうにね、変えると。そういうことをね、この文化庁は、最初に言ってきた1997年ですね。この時はそれ断ったわけですよね。当時ね、文化庁の宗務課長だった、前川さんで前す川さんがね。ね、いや、そんなお前実態も変わってないのに名前だけ変えるわけねえだろっつって、まあ、まとまあ、も実な。態も考えね、前川喜平さんがね、そういうふうに断ったわけですよ。ね。でね、一回それピシャッと断って、しばらくずっと音沙汰がなかったわけですよ。ね。ところが、安倍さんが、第二政権を取ってですね、そして、文科大臣でですね、下村博文さんというね、安倍さんの子分がついた瞬間にですね、また行ってきたわけですよ。ね。お願いしますって。そしてね、それがね、すんなり通っちゃったわけですおよ。かしいね。でしょおかしいんですよ。ね。で、これはね、下村さんはですね、これ否定しているんですよね。いや、私にその話が来る前に、下の方が、それは、許可したんだというふうに言ってるんだけども、これ有田さんはね、はっきり言ってるんですよ。これね、立憲民主党のですね、ヒアリングっていうかな、勉強会があってですね、この前、2日ぐらい前かな。それ1時間半ぐらいやったんだけども、それをね、僕もずっと見ていたんだけどもですね、有田さんははっきり言ってるんですよ。どういうことかっていうと、実はね、その時、有田さんね、自分は、いろいろその文化庁に、問い合わせたと。ね。そして文化庁から、文書でもそれを受け取っているというね、そのやり取りを。そして、それにどう書いていたかっていうと、ね、下村文科大臣には、ご説明いたしましたと、はっきり書いたんです。ね。はっ書いきりてん書いじてゃある。ということで、下村さんがね、それを OK したんですよ、それに。ね。まあ、そういうことなんですよ。いや、ね。そうじゃなかったな。そんなもん進むわけないじゃん。進むわけないんですよ逆ね。に言い訳通例えり、吉田が勝ば、手にやったんですって言ったら、そっちの方が問題だよ。つまりね、1997年に、ね、これ前川喜平さんがですね、これはもう本当になんていうかな、良識的な反応だと思うけども、ね。実態が変わらないのに、名前だけ変えるなんて、そんなことできるわけないだろうと。ね。それは当然のことだと思うんで当すよ。然です。ね。その常識がずっと来たわけですよ。ところが、第二次安倍政権になった。ね。我々の仲間が、ね、首相をやってると。そして文科大臣、その人、ね、我々の仲間の子分だということで、ね、そこで初めて、改めてお願いしたわけですよ。ね。そして、それは、許諾されたわけですよね。これはね、まあ、はっきり言えばですよ。はっきり推測はっきり言えば、もうそれを出す前にお願いしてるんですよ。ああ、しもう寝前しか終わね。ってんのね。もう年末終わってるんですよ。この、変えますんで、一つよろしくお願いしますね、次また、とか次のって選言挙われのて時はよろしくね。ねーみたいな、そういうことね。そうそうそう。ね。
まあ、選挙でいろいろありますからね、うということでですね、あ、じゃあ名前がいきますか、みたいなですね、それでいいじゃありませんか、みたいな感じでですもうね、なやっんたかわすけですぎよ。る、いいじゃありませんじゃない、もうって感じや。ああ、まあ、ということでね、安倍さんと統一教会の仲というのはですね、もうズブズブ、ね、ズブズで、ズブズブでいいじゃありませんか、みたいなもうですね、最感じなん悪ですよ。や、もね、怖すぎまあ、る。そして、そしてね、第4次安倍内閣ですね。これはね、統一教会絡みが、ね、12人、なんと、ね、カルト内閣で、もオカルト内閣というですね、本当に驚くべき、ね、事態になってきたわけですよね。そして、さらにですね、またデイリー新潮もね、書いていますけども、ね、統一教会の政界汚染、支援対象は、安倍さんの一存だったっていうね、ことですよ。ね。これ、まあ、ズバリ言ってますけども、まさにそうですよね。ちょっと読んでみるとですね、選挙で誰が統一教会の支援を受けるかは、安倍さんの一存で決まると言われていました。と明かすのは、自民党のベテラン秘書ですね。で、ちょっとまた読んでみるとね、教会の組織票は約8万票と言われています。確かにその通りだと思うんですよね。ただ、衆院選では1選挙区あたりの統一教会の票数はそれほどでもないので、参院の全国比例でその組織力が発揮されます。どの候補を応援するかは安倍さんの意向がかなり反映され、落選しそうな一中の候補がいれば安倍さんから彼を頼むといった具合です。ということですね。で、これはね、もうズバリそうだと思うんですよ。まずね、2013年のね、参議院選挙で、全国比例で北村経夫さんね、さっきも紹介しましたけども、これ産経新聞の出身の人ですね。で、この人ね、もう直前まで全然ダメだったんですよ。ね。目処が立ってなかったんで、で、安倍さんがですね、慌ててですね、おいおいおい、お前落ちるぞということで、統一教会に連絡して、まあ、一つよろしくお願いしますよということですね。北村さんでいいじゃありませんか、みたいな感じで、もうなやっんたんですよ。ね。そして、今回の参議院選挙では、ね、何度も伝えましたけど、井上義行さんですよね。安倍さんの、これね、まあ、子分中の子分というかですね、右腕中の右腕というかね、それがですね、前回落っこっちゃってるわけですよね。そして今回、それに10万票近くかな、上乗せされてですね。2倍になった。そしてね、今井絵理子さんのよりも2万票も上を行くというですね、驚くべきね、ことがあったわけですよ。そして井上義行さんはね、これはまあ、テレビでね、もう紹介されてますけど、ね、統一教会の、まさにですね、この集会で、ね、井上先生は、統一教会我々の、シック会員となりました。ね。私は井上先生が大好きです。ね。わーみたいな。ね。全国比例は井上主義とかですね。まあそういうふうにやるわけですよ。やってるところですよ。比例名簿2枚目にはなんて書きますか？井上義行って気持ち悪いっていう。そういうことなんですよね。で、さらにね、先ほどちょっと読んでみるとですね、非常にね、興味深いんですよ。ね。実際、過去に統一教会系の団体から推薦を受けた元議員はこう語る。推薦を受けるにあたって、団体のトップと面談をします。そこでは不倫スキャンダルや金銭トラブルがないことが条件で、さらに、安倍元総理が応援している候補であれば、ほぼ確実に支援してもらうことができます。選挙の直前になると、統一教会系の施設で泊まりがけの研修を行います。自分の場合は妻同伴で2泊3日でした。っていうですマね。ジか、気持ち悪い。あれね、何がね、自民党とね、組織としては関係ないっていう話なんだと。夫 だよ。ね。組織なんていう問題じゃないだろうと。もうズブズブだよ、あ、もね、ズブズブなんですよね。これはもうね、まさにですね、
自民党のね、この幹事長のですね、茂木さんがね、組織的関係がないことは確認しているとど言ったってですよ。のもう口が組織な言んてより、以前にですね、う組織なんて以前に、人間としてもズブズブズブもね、2泊3日の研修まで行ってるとありいえうんことですよ、ね。候補が、自民党候補が、ね、統一教会の、ね。そしてその金は全部霊感商法でね、差し上げますということで、各壁をぶっ壊した感で、実施されるということですよね。けしからんにも程がある。けしからんには程があるし、とにかくね、もうとにかく結論としてはね、岸田内閣総辞職ですよ、こそうれ。です。まあ今日はね、佐藤さんにいろいろ解説してもらったけど、あれだけ自信満々に茂木さんに言われると、なんか問題ないのかなって。で、統一教会と関係して何が悪いのっていうふうに、公安委員長と防衛大臣に言われたら、そういうもんなのかなって思うかもしれないけど、とんでもないですよっていう話をね、今日は佐藤さんとさせていただきました。まあそんなわけでね、佐藤さんいつもね、勇気を持ってこの統一教会問題配信しております。ぜひカンパとかで応援してくれると嬉しいなというふうに思います。いや、佐藤さん本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、チャンネル登録といいねよろしく。今日も読書。それでは。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。